Konnichiwa. Goddess des. Kawade sanpo shite imasu. Kono video de doro ni suite hanashitai. So, watashi wa fuke o kaku no hito desu. Totemo daisuki desu. Oita ken de yoku e o kaku no bouken suru desu. Soshite 10 nen gurai fuke o kaku koto ga arimasu. So, 去年ドローンを買いました。そしてとても良かったです。今すごい面白い風景見えるドローンでとても綺麗景色見えるです。So, ドローンを買うについてとても嬉しいです。でも最初ドローンについて興味がなかったです。でも去年ある日生徒会いました。そして彼女はドローンを買いました。そう彼女に質問を尋ねました。例えばカメラがありますか？そして写真できる、そして撮るようにです。そして彼女ははい言いました。そして彼女のドローンは2万円だった。そう、それはすごい安いと思いました。そう、ちょっと考えました。多分面白い風景の景色見える面白い絵描くことができると気づいた。So, それあとドローンの買う、決めました。So, ネットでドローンを探しました。そして始めるの人のためにいいドローンを見つけた。でもすごいびっくりした。そのドローンの値段は5万5000円です。そう、ちょっとがっかりだった。2万円と思いました。でもいいドローンは5万5000円ぐらいです。そのドローン、いろいろなものがある。例えば、3つの電池がある、などなどです。ごめん。よく説明できません。でも、それは一番いいです。一番いい。でも、高い値段ですから、2週間ぐらい、何でもないしませんでした。少し、何ですか、考えてました。もしドローン壊れた、何か打ちました、5万5000円、急になくなりました。でも2週間後で決めました。買います。そしてそれについてとても嬉しいです。そのドローンは私のクリスマスのプレゼントです。さあ、最初のところ、ドローンを使いました。この川で、すごい高いところからハイショット写真を撮りました。そしてこの絵を描きました。さあ、この絵についてとても嬉しかったです。そしてその絵売りました。嬉しい、素晴らしいです。さあ、あ、綺麗空があるね。今日帽子忘れたね。そして時々、時
太陽出て今すごい眩しい。さあ、2番ドローンのアドベンチャーは、カマヤは大分県の中にとても小さい海の町です。そしてお客様のために絵を描くつもりです。描くつもりです。でもその時ドローンを使いました。そして2つのところ写真を撮りました。そしてそれから絵を描きました。そう、最初船の景色、そしてそれあとこの大きい岩、写真を撮りました。さあ次は3番、小さい北の小さい海の町に行った。その町の名前はフィジーです。フィジー。そしてそのところでドローンで海岸の写真撮りました。そしてそれから絵を描きました。面白い海岸がある。でも未来もっと面白い海岸見つかりたいです。多分長崎、そして宮崎であると思います。そう、そのところに行きたいです。さあ、それあと、大型に行った。大型、多分文豪大野です。大型で素晴らしい滝がある。晴れじりです。そしてドローンでハイショットを撮りました。そしてそれから絵を描きました。そして次はもっと低いで、その人々滝の上渡っていますの写真を撮りたかったです。でも滝見えるも。そしてそれから絵を描きました。その絵はとても好きです。それあとすごい近いところで、この川近いです、ドローンを使いました。最初電線で写真を撮りました。なかなか低いところからです。でも、大分市の景色とても良かったです。夕方だった。そしてすごい綺麗。その絵についてとても嬉しいです。そしてそれあとこの川近くで、にぎやか道路、見つけた新しい道路です。そしてハイショットを撮りました、その道路。そして街よく見える、夕方だったです。そして遠い山オレンジの色だった。そして街もオレンジの色がありました。すごい綺麗。さあ、その絵についてもとても嬉しいです。合格と思います。さあ、それあとごめんなさい、手は痛いです。それあと、神社に行きたかった。いや、その神社は丘の上だった。その神社の名前は熊野と思います。そしてドローンで上から面白い写真撮ることができると思いました。でも本物
あまり面白くなかったです。がっかりだった。でも、周りに行きました、自転車で。そして、またドローン、高いところ、行きました。日本語で説明できない、ごめんなさいね。でも、その高いところから、この川を見ました。すごい綺麗景色だった。その、何ですか、曲がり、川はゆっくり曲がりくねった。すごい綺麗。そしてそれあと、まっすぐ山に行きました。そしてその山のところで霧がありました。白い色です。でもその白い色の上、綺麗青空がありました。お、その空綺麗ね。すごい綺麗。そう、素晴らしい景色です。そして絵を描きました。三つの絵を描きました。描きにくいと思います。思いました。でも本物、なかなか描きやすいだった。すごい基礎の絵をしましたね。でも普通私はそれようにです。そして最近、私は、内なり棚田に行った。それは本当にアドベンチャーです。そのところすごい見つかりにくい。その Google マップ使いましたね。そしてスイートトキー、携帯いました。ここです、ここです。でも本物、森の中にだった。何でもないでした。何でもないだった。すごいびっくりした。So, たくさん人を訪ねる、そしてほとんどの人あまり知りません。でもついに見つけた。そしてそのところでドローンを使いました。そしてたくさん田んぼがある。今梅雨です。スウェーデンがあります。とても綺麗だった。そしていいビデオあります。その綺麗景色。So, 今からそのものを描きます。それはチャレンジ。私のためにです。前に田んぼを描くことがある。でもまだすごくいい絵作ることがありません。気持ちいいです。そう、この場合、したいです。もし2週間、3週間かかる、ちょっと頑張るです。そう、未来、それは確です。そう、一番最後、悲しみニュースがあります。最近、この川で、ドローンを使ってました。そして、ドローンを書いてました。リモートで。そしてその時電線打ちました。落ちたコンクリートをぶつけた。そして壊れた。少しだけ、新しい電池入れた。そしてすごいびっくりした。飛んでますから。でも注意がありました。そしてカメラは少し壊れたです。そう、今から修理しないといけません。どうする？まだ知らないです。でも一番最後のメッセージは、ドローンを買うについてとても嬉しいです。とても嬉しい。そう、私の日本語本当に下手です。ごめんなさい。私は頑張る。多分1年後でちょっともっといいになりましたと願っています。さあ、またね。バイバイ。